シャースグオモロゼン、皆さんこんにちは、高橋です。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんですね、本日は丹田の使い方ということで、お話をしていきたいと思います。 4K でございます。今回は皆さん初心者の人ですねを対象にですね、かつ、ここは絶対押さえてほしいというポイントの中で、胴作りで丹田ってもあるんですけども、まあきっとね、初心者の人であってもなんかこう武道というものをこう学んだり勉強するとですね、一回出てくる単語だと思うんですけど、丹田。この丹田っていう言葉はちょっとこう意味がわからない部分が多いと思うんですよ。理解非常に難しいと思うんですけども、今日はですね、最速最短でですね、この丹田っていう言葉をですね、容易に理解する方法と、そのまあ丹田の使い方をお話ししたいと思います。はい、これがまあそのご説明になるわけなんですけども、丹田はですね、まあこうよくまあ指導者とかにですね、こうお腹当てられてですね、ここを使うんだとか、ここを固くしろとかって言われるんですけど、まずね、絶対にやってはいけないことは、固くしたらダメです。力を入れたり、まあそこを意識したりとかするのはダメなんです。だからまあこういうところをなんかこう当ててですね、ここを意識しろとかいう、まあ学生のね、あの先輩の指導者であったりとか、まあ弓道連盟の先生とかいたら、まあそれはまずね、間違えてるって思ってください。なぜかというと、それは私が間違ってるっていうふうに意見を言ってるんではなくて、弓道連盟の出している弓道教本の中でも、ここは固くしないっていうふうに言ってる先生はたくさんいるからなんですね。だからここは固くしないもんなんです。だけど問題はですね、じゃあ何も考えるなって言ってるわけでもないんですよ。要はなんかここは固くしないで意識しなくていいんだと思って、本当に何もやらなくていいかっていうと、そういうわけでもないんです。まあこう今ではね、丹田なんか気にしないでいいんだ、そのとにかく聞けばいいんだとかって言うんですけども、本当にそれでお腹を使わずに弓を引いているわけではないんです。じゃあこれをどういうふうにすればいいのかっていうことをちょっと簡単にお話ししたいと思います。それがまず一つ目ですね、前を開いて後ろを締めるように姿勢を作ってください。これがまず1つ。で、2つ目、力が抜けることによって発揮されるようにしてくださいと。この2個を覚えていただければ、あなたは確実に丹田を使ってですね、まあ、姿勢を作ったり、弓を開くときに丹田から力を出すってことが体感できると思います。では、ちょっとそのやり方をちょっとお話しすると、前を開いて後ろを締めるとは何かっていうと、体の前は開いてください。体の後ろは締めてください。というね、姿勢をね、こうまあ作ってもらうわけなんですけども、こういうふうにこう立ちます。で、こういうふうに立ってですね、お腹からこういうふうに広げてください。そして胸も広げてください。で、肩がちょっとね、後ろに行くぐらいにこう広げてください。そして後ろはちょっとこう顎を引くような感じにして、後ろ下にこう下ろしてください。そうすると前が開いて後ろが締まると。立ったこれだけ、これだけです。これをやれば、これで丹田の姿勢が出来上がります。じゃあこれを使って早速ですね、じゃあまずこれが一番感じやすいのは呼吸なんですね。根をこう開いて、お腹開いた状態で、じゃあまず息を吸ってください。こう胸からね、息が吸いやすくなります、なると思います。そして息を吐いてください。で、息を吐いた時にこうお腹に体重が乗る感覚がありますね。このように前を開いて後ろを締めるとですね、呼吸をして息を吐いたらですね、自然とお腹に体重が乗ります。もうこれだけで、実は丹田、のところにですね、体重が行き、意識も行ってる状態ができます。だから自然と呼吸するだけで、意識を自分からもうお腹って意識しなくてもですね、まあ、もう自然と意識が下っ腹に行くようになります。こうやってね、意識が自然とお腹に行くようになるわけなんですね。からはーってやると、もうここに、お腹に体重が乗ります。で、さらにですね、一回息吐いてもらって、ここからもう一回吸ってください。で、息吸うとですね、お腹が膨らむと思うんですけども、お腹、息を吐いてはーと、こう下に体重に、こう体重が自然と乗っている状態でもう一回息吸うとですね、結局お腹に息が入ります。このように、前を開いて後ろ締めるとですね、息を吸う時も吐く時も、もうここが使われます。だから
もう何も考えなくても下腹に意識がいきます。はい、でこれで姿勢がまず出来上がる。でさらに言うとですね、ここから力が抜けることで発揮されるってことを覚えてほしいんです。要するに武道の面白いところっていうのも簡単にお話します。要はスポーツと違って武道の面白いところは何なのかって言ったら、スポーツは力を入れることでパワーを出すじゃないですか。でも武道の違うのは力が抜けることでパワーが出ることですよね。ええ、だからあの身長のちっちゃい人とか女性の方とか弱あの筋力がない人でも弓を開く力っていうのが出るっていうところが、まあ、武道の面白いところ、武道のなんかこう魅力だと思うんですね。それがこの丹田に集まってるんですけど、何かっていうと力が抜けることでむしろパンチとかキックとか何か動作する時の力が出るようにこの丹田はなってるんですね。でこの前を開いて後ろを開くというのはですね、もう少し詳しく解説するとですね、上半身は太陽のように、上半身はですね太陽のように開くわけです。こういうふうにこうあるじゃないですか。これみたいに、まあ、こうやって開くんです。だからもうゆくたんかでもうこんな感じになるわけです。でこれを開いた方が当然こう開く力って出ますよね。だって体が開こうとしてるんだから。だからつまり何が言いたいかというと、前を開けば体の前は開きたくなるんですよ。で体の前って開けば開くほど筋肉伸びて力抜けるじゃないですか。だから体が開きたい状態を作るんです。で開けば弓はもっと開けるんです。さらに筋力も伸びて力が抜けてるんです。この状態ができてるかどうかってこれで判断できるんですよ。だ要は息を吸っている時と吐いている時も両方ともお腹に力がいっている状態になってれば、まあ丹田姿勢ができてるんですけども、その丹田姿勢ができている時っていうのは何もやらなくても胸と肩は開きたくなる状態になるんですよ。で開くっていうのは筋肉伸びるんですけど、伸びてくれた方がむしろ弓が開けるんですね。で普通はどうかっていうと、これが姿勢が曲がってて肩に力が入ってて肩を固定した状態でこう曲げる力で引くって感じだと思うんですけども、そうではなくて胴作りはむしろ開くことで、このお腹が息を吸ってお腹に入って、息を吐いて体この肋骨がですねお腹に体重が乗ってる状態を作れば、こういうふうにですね力が抜けながら開きやすくなるというふうになるんですね。でもこれが例えば丹田に力が入ってない、こう胸で火吸って胸で吐いて胸で吸って胸で吐く姿勢を作った状態でやるとですね、もうさっきの姿勢と比べて開く力が出てないんですよ。これなんでかというと筋肉は伸びてないからです。だから筋肉を伸ばして引く力を発揮するのが正しい弓道の、まあ、弓の開き方なんですね。これを基礎としてほしいんですよ。筋肉を伸ばすことで力が出るように、まあ、してほしいんですね。でそれをやる方法がこの丹田、吸ってる時も吐いてる時もお腹に行って、その状態で背中が伸びてる状態ができてるとこう丹田ができる。だからこれで開くと。でちなみにちょっともうちょっと補足で言うと、下はこういう風に体重が落ちて地面がもう反発力をもらって、まるで足からパワーをもらっている感じになって月のようになると理想だと言われています。これをまあ弓道の世界で日月神もしくは大日如来の胴作りとかって言われていて、前が開いて足からパワーをもらっているような姿勢になると、楽に開きやすい、心が動揺しにくい、そんな姿勢になります。しかしですね、多分ねこれは難しいと思います。足からパワーをもらってる感じって多分意味わかんないと思います。ですので皆さんはこっちだけとりあえずできるようになってください。太陽のように上半身を広げるっていうことだけやってください。でこの太陽のように上半身をこう広げた状態で息吸ってください。まあお腹いきます、息吐いてください。はぁ、体が伸びながら息吐けます。体が伸びながらお腹から息を吐けます。でこの構えを作って開いたらこれ引く力すごく強く出ると。この2個だけ兼ね備えてればとりあえず丹田はできてるっていうふうに思ってください。
これで繰り返しやってください。腕に負担がなく弓が開けます。でこれを形を整えようとしてお腹に力を入れて、これは丹田をやってるって思い込んでもダメだし、形をこう窮屈にしてもダメだし、この形をしっかり整えようと思ってもダメです。むしろ背中を伸ばすことが大事です。背中を伸ばしてですね、お腹を広げて、背中は自然とキュッと締まるわけですね。これは自分から力を入れてるわけじゃないんです。力は入ってんだけど、力は自分から入れてるわけじゃないという状況を作って呼吸してください。そしたらまずお腹に自然に行きます。この状態を作って開くと開きやすくなってます。そうなると丹田姿勢が出来上がってると思ってください。でこれはですね、まあ例えばまあこう体型がちょっと変わることによってこ の開き方っていうのが変わるんですけども、一旦はとりあえずはこれを開くときは垂直に開くように最初意識してください。はい、でそれでできるようになります。でこれがまあもし、まあいろんなね方法があるんですが、私今月にですね、月末にですねオンラインセミナーをいつも行ってます。オンラインセミナーではですね、この胴作り、これはねただ単純にこういう風に伸ばすだけではダメで、人によって変えなきゃいけないこと、あるいはどういう風に感じればですね姿勢が伸びたことになるのか、ここはねすごい難しいポイントで、私がそれ徹底的にお話したいと思います。それが分かるとですね、どんな人でもきちんと胴作りができるようになって弓が開きやすくなります。興味がありましたら、まあ私のオンラインセミナー月末、お越しいただければと思います。という風にですね、丹田っていうのはもう本当にこう開いて落として、自然に呼吸がここに行くようになって、自然に意識もここに行くようになって、自然に体重も下に行くようになった姿勢を使えば、もうこうすごい開ききってる状態なんで、力が抜けて開きやすくなって、弓がもう開きやすい状態になっているという風に理解してください。以上です。ありがとうございました。弓道の価値観を変えるチャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。